骨骨ロック骨骨ロック上から見るとねこんな感じ。すごい。ねえ。よいしょ。うー、暑い。ねえ。あー、やばい。あ、ふふふ。骨骨ロック。ねえ。ここがね、ほら。これでね、これほら、ガッチャンって。こうね、これでコンテナロックするの。ね。骨骨ロック。骨骨ロック。骨骨。骨ロック。これね、ほら、ホースがね。なんか空気のやつと電気の線つないで。これ前はね、これこんな感じでいろんなタイプがあるんだけど、こうやってほら、ガチャン、ガチャン、よいしょ。そう。じゃあとりあえずね、よいしょ、これつないでいきましょう。ね。よいしょ。あー、頭が孫悟空お疲れちゃん。本題入るね。再来週のさ、連休あるでしょ。9月のさ、20から22くらいじゃなかったっけ。日月かってさ、連休あるところで、ライブやる。ライブやります。半年ぶりぐらいかな。なんか、4ヶ月、5ヶ月ぐらい。ゴールデンウィークか。ゴールデンウィークでライブやったの最後だから。それぶりに。なんでかって俺、9月のさ、そのあたりがさ、ちょうど初投稿してさ、YouTube ね、ちょうど1周年になるんですよ。まあだから1周年ぐらいはね、ライブやっとこうかなと思って考えてます。一応時間はさ、ほら、連休とは言ってもほら、祝日とか日曜とかね、仕事の方もいるだろうから、まあ、8時とか9時ぐらい夜から、まあ、30分とかね、小1時間ぐらい。うん。で、もし一人ぼっちだったらね、5分ぐらい喋って終わるかもしんない。だから誰か来て。ね。うん。多分そのライブやったらさ、もう当分ね、多分今年は多分もうそれで最後だと思う。あとは来年のいつか気が向いた時か。1年後か。あ、でも年末ぐらいね、ほら、正月休みあるからね、もしかしたらやるかもしれないけどね、まあ、ご想像の通りこんなんなんで、うん、多分やらない。やらないがどうこう。ライブの告知でした。終わり。今日ほら土曜日だからさ、何時、もうお昼ぐらいに会社戻ってきて、もうお昼前に全然終わってさ、スタンドでトラックちょっと洗って、うん、帰ってきて、そんでもお昼前ぐらいに終わってさ、そう早かったんだけどさ、帰ってきてさ、汗かいてからビール飲んでさ、お昼ご飯食べたら眠くなっちゃって、またお昼寝して、さっき起きちゃった。ね。でさ、最近ほら、走ってるさ、動画多くてさ、あんまりこう喋ってないからさ、なんとなく今日喋りたいなと思ってさ、あ、告知、ライブの告知を口実になんか喋ろうと思ってさ、撮ってはいるんだけどね、うん、何話していいか、ネタとか何も別にないんだけど、許して。ね、うん、強いて言うんならさ、何日、3日ぐらい前にさ、これスマホをさ、バシャーン落っことしちゃってさ、これほら。あ、これで撮ってるから見れないか。この画面がさ、割れちゃってさ。で、幸い、ほら、この表面に貼ってるフィルムだけで済んでさ、なんか、カバー、なんかこの上のシール。うん。でさ、それ、こう、剥がしたらほら、画面は傷ついてないんだけどさ。まあ、そんな感じで、これよく落っことして画面割るからさ。
もうこれひび入ってたまんまでも操作しづらいし指引っかかるからね。明日ソフトバンクも予約して朝一番で張り替えてもらう。なんか電話して聞いたらさ、保護シートだっけ？そう、買えばね、なんか張り替えてくれるんだって。俺自分でやるのほらすごい下手くそだから、やってくれんなら嬉しいと思って、明日朝一番で行ってくるね。何時だっけ、ソフトバンクって何時から開くっけね。朝4時ぐらいに行ってみようかしらね。早すぎる。ね、朝一番空いたら行きますって予約束したけど、多分5時ぐらいに空いてるかな、朝ね。5時じゃ早い、6時ぐらいだったら空いてるでしょね。 だからさね、別にさ何も話の点ネタもないからちょっとギター弾くから許してとさね。ちょっと待って、これさクリスマスじゃん。 サイレンナイト、ちょっと時期間違えたね。クリスマスになったらまた弾くね。ちょっと練習しとく。今ちょっとアドリブだからさ、なんかわかんない、間違えちゃった。でさ、 思い出した。ちょっと今からさ、なんか通知来た。山崎まさよしの生ライブ配信が始まるよ。え、待って、山崎まさよしじゃ、チックタックの今、通知来たんだけど、山崎まさよしってさ、あれでしょ？あったっけ？あ、わかんねえ。 これ以上何をなんたらってやつでしょ？え、山崎まさよしライブ、チックタックでライブやるんだって。ちょっとみんな見に行ってみて。あ、でもこの動画、待って、今さ何時？今6時53分。じゃあ今これ撮ったらすぐ出すからさ、どんぐらい、YouTube 出るのにどんぐらい時間かかるかわかんないけどさ、チェックしてみて。あ、でもここまで見てたらもう間に合わないか。 許して。 山崎まさよしね、この人も、でも結構もうやってるよね。俺だってさ、もう10代、俺10代の頃にね、ほらもういた人だからさね、覚えてるもん。そうだって俺覚えてる。その俺さ、ほらこのギターね、実は10代の頃にね一回盗まれてるの。とあるちょっとバイト、当時俺仙台駅でさ、仙台駅の中で働いてて、そう、ジュース配っててさ、キオスクとかにさ、で、とあるね、ミュージシャン仲間っていうかさ、そこのバイト先結構、先輩とかもバンドやってる人多くてさ、ドラムの人とかギターの人、ベースの人いっぱいいる、もう音楽好きな人が集まっててさ、で、とあるちょっと人紹介、して、そこにバイト入った、俺の1個2個上ぐらいの人がいたんだけど、その人が山崎まさよしすごい好きで、そう、なんかアコギで弾けたりしててさ、でさ、ある日ね、その俺のギターがさ、なくなっててさ、これがね、ケースごと、ドロンチョしちゃってさ、で、そのギターがなくなったと同時にさ、その彼がさ、そのまま仕事をぶっちしてさ、辞めていなくなったんだよね。もう犯人、それしかいないじゃん。そう。で、俺、当時ほら、自分で言うのもなんだけど、顔広かったから、もう全国指名手配かけて、そう、捕まえたよ。すごくない？そう、犯人見つけてさ、そう。でさ、ほら、俺よりも友達がみんな怒っちゃってね、ほら、俺の、ねえ、
ギター盗むとは何事だってもうみんな熱くなっちゃってさ、まあだけどほら、いろいろ大変なことになっちゃうから、まあつって、とりあえずまあギターさえ返してくれりゃいいよっつってさ、で結果的にまあね、そいつには別に何も、別に慰謝料をぶんどるわけでもね、危害加えるわけでもなく、ギター無事戻ってきたからさ、まあいいやってことでさ、許してあげたんだけど、ね、あ、優しいな俺って、ね、みんな野蛮なんだもん、ね、本当にさ、本当にさらって山に埋めかねない勢いだからさ、ちょっとやめてよって 俺が共犯になっちゃうじゃんって。いや、そういう問題じゃなくて、ねえ、みんなギター一本取ったぐらいでさ、ね、ギターと命の重さ測ったらさ、どっちが重いかなんてね、一目瞭然じゃん。人のもん取るのはダメだよ。ダメだけどさ、ねえ、だからってほら、その人をさ、ねえ、めちゃくちゃにしていいっていうさ、ほら、権限、ね、俺ら一般市民にないからさ、まあ別に警察に突き出すわけでもないしさ、俺的にもうこれが綺麗に戻ってきたことはさ、それだけで十分だしさ。あとなんかね、返してもらうときにね、あとついでに、貸してた1万円とか言ってさ、でもなんか2万円かなんか言っててさ、多分なんかわかんない、利子分かなんかわかんないけどさ、つってもらってさ、でも俺貸した記憶ないんだよ、別にさ。で、と思って、でもなんか、いいからいいからって言うからさ、じゃあもらっとくっつってさ。ね、もしかしたらわかんない。なんか、助けてもらおうと思って、苦肉の策で、お金で解決しようとしただけなのかもしれないけど、まあ、とりあえず、お小遣い入ったらラッキーぐらいでさ、ね、そうだ、そういうね、修羅場をくぐってきたギターなの。ね。あら、俺、天才かしら。山崎まさよしのライブの通知から、こんなに話が発展するなんて、ちょっと、ね。自画自賛。誰も褒めてくんないから、自分で褒めてみた。許して。あ、なんか相変わらず話長くなっちゃったね。ほら、もう、10分超えちゃったよ。じゃあ、この辺で勘弁してやろう。じゃあ、そういうわけで。明日ね、日曜日だから、明日はね、さすがに多分動画休むけど、月曜日またね、あそこ、成田空港がある成田ね、成田のところ、配達行ってくるからさ、月曜日また動画出すね。お楽しみに。じゃあ、そんなわけで、特に何のネタもないけど、そういう話でした。じゃあ、また、おやすみなさい。バイチャ。あ、九州の方の人とか、ほら、台風すごいらしいからさ、本当気をつけてね。不要な外出は避けて。あ、でも、ほら、水がさ、来るとことかの人はさ、ちゃんとこう、避難指示っていうかさ、あれに従ってさ、何マップだっけ？なんとか、ロードマップ、従ってさ、気をつけてください。こっちは幸いね、今んとこ雨も降ってないし、風も強くないし、全然あれだけどね、大変な人は、気をつけてください。ね、ニュース見ないから、今リアルタイムでもどうなってるかわかんないけどさ。 なんか大変っぽいみたいから、気をつけてください。そんなわけで、また月曜日会いましょう。お疲れちゃん。バイバイキン。バイバイキン。お風呂入ったよ。 さっぱり。さっぱり。